どうも、タカチャンネルのタカです。皆さん、お元気してましたでしょうか？僕のチャンネルは、ちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものを紹介させていただいているガジェットチャンネルです。このように再生率をまとめさせていただいております。ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。はい、今回なんですけども、皆さんね、ちょっと聞きたいんですけど、普段ね、どういった飲み物を飲んでます？はい、僕はですね、まあ普段からコーヒーだったりとか、まああとはですね、健康に気遣ったフレッシュジュースとかそういったものを飲んでおります。はい、ちょっと前までは僕もですね、コーラとかそういったものを結構飲んではいたんですけど、やっぱりね、30超えてからコーラとかそれこそ炭酸飲料を飲んでいるとですね、ブク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 太っちゃうんですよね。はい。で、やっぱ健康を少しは考えなきゃいけないなと思って、でも甘いもんはちょっと欲しいなっていう風に思った時に、何回飲まないかなと思ったら、まあ気休めかもしれないんですけどね、フレッシュジュースとかそういったものを最近は飲むようにしております。はい。で、今回はフレッシュジュースを飲む時に結構ね、うってつけの製品を紹介しようかなと思っていて、皆さんね、ジュースを作る時ってどういったものを想像されます？やっぱり皆さんね、こういったもんだったりとか、こういったミキサーを想像するんじゃないでしょうか。で、ミキサーってね、すごい便利ではあるんですけど、一個不便だなって思うところがあって、それ何かっていうと、やっぱり、このミキサーは大きいんですよね。で、大きいからこそ、設置とか収納場所がすごい困ったりとか、あと、洗うのがめんどくさかったりとか、置く場所ってそういうところもですね、なかなかこう、定位置が見出せなかったりとか、結構、不便なことが多いんです。ただし、今回紹介する製品はそれらを全て解決してくれます。はい。今回紹介するのはこちらです。現在、幕開けの方で出資支援を行っている健康な体づくりをサポートするパワフルなのに面倒な洗浄が不要な直接飲める水筒型ミキサーっていうのがこちらの製品になっていまして、これ、こんなに小さいのにも関わらず、実はね、ジュースとかをサクッと手軽に作れるミキサーになっているんですよ。で、しかもこの大きさから想像できないぐらいパワーと、そして容量っていうのがしっかり入る形になっていて、これね、今見てもらってどれぐらいの容量を飲めると思います？実は、これ500ミリの大容量に対応しているので、結構たっぷり飲めるっていうところからも、例えば朝ね、奥さんと一緒にジュースを飲むとか、子供さんと一緒に、フレッシュジュースを飲むっていう時に、使っていただいても十分な容量を確保してくれるので、まあ家族で使っていただくっていうもんでもすごい便利です。はい。で、後ほど中身のね、まあ仕様だったりを紹介させていただくんですけど、中に10枚のステンレスブレードと、あとね、1分間に2万回の高速回転を実現させる、まあモーターも搭載されているので、そこもね、結構ポイントの一つになっております。で、値段なんだけど、値段がめちゃめちゃ安くて、これ、実はミキサーで、しかもコンパクト形状じゃない？なのにもかかわらず、これ、6980円の 23% オフの5390円から販売しておりまして、結構安くない？なので、気軽にね、こう手にも入れやすいかなっていうふうに思うので、ぜひ今回は最後まで見ていただいて、この性能っていうのを納得していただいたら早めにご購入いただくのをお勧めします。それじゃあ、早速ね、こちらのトントンミキサー、一緒にね、見ていきましょう。はい、お待たせいたしました。こちらが今回紹介するトントンミキサーというものになっております。すごい小さいんですよ。ただ、ちょっとね、この見てもらってわかるように、普通のタンブラーよりも、ちょっと若干ね、この円形状、筒の状態では大きいので、飲むときはちょっと若干工夫はいるかなと思います。まずこちら、機能としてはこんな感じになっておりまして、こちらね、500ミリの大容量かつ先ほど言った1分間に2万回回転するこのプロペラが中に搭載されているのがすごいミソになっていて、ここの部分にもう直接ね、こういった感じのミキサーの刃がついております。なので、それが電源をオン押すことによって、こう、高速回転して中に入れてる野菜だったりとかフルーツだったりとか、氷とかそういったものも含めてですね、ザクザクのみじん切りにしてくれて、ジュースにしてくれるような製品です。で、持ち運びとしてはすごい楽で、これね、実際のところ、僕自身これ2日ぐらい今使ってるんだけど、まあ、ジムに行く時にも使いやすいし、それこそちょっと散歩する時とかにも、まあ、気軽に持って行きやすい感じの、こういうバンドとかもついてるので、すごいそこら辺のところはいいなと思います。で、しかも、大容量バッテリーで 2400mAh この、上のモーターのところには入っているので、それこそ、ここ充電だけしておいて、で、まあ、職場でね、
ジュースを作るとかそういった感じのこともできるし、ダイエットとかそういった時のお供にもなるんじゃないかなと思います。でしかも難しい操作が一切なくて、これ上のボタン1個しかないので、基本的に機械音痴っていう人にもですねすごいおすすめです。はい。で、その他スペックのところで言うとこんな感じになっていて、まあサイズ感で言うと 160×158×225 っていう感じで、まあミキシングパワーも 40W で結構電圧もですね 7.4V と高いので、まあかなり硬いものとかそういったものでもですね砕いてくれるかなと思います。で、充電時間に関してはちょっと長いんだけど 1.5 時間なんで、まあ例えばね次の日使おうと思う場合は、夜に充電してあげるとかしてあげれば全然問題ないかなって感じですね。はい。じゃあ早速なんですけど、ちょっと、デザイン面のところとかをもう少し詳しく見ていきましょう。で、これトントンミキサーは蓋をしっかり閉めない限り、ここがね起動しない仕組みになっていて、そこがすごい安全面的にすごいいいなと思っております。これね、閉めた状態でここのモーターの部分からここの今ねグレードがあるところわかる？これを一回押してあげるとこういう風に起動するのは起動するんだけど、これ例えばこの状態で物を入れるとき開けると思うんだけど、この状態に関して言うとここでやってもスイッチがつかないのよ。なので手を、まあ、切るとかそういったね心配っていうのが間違いが起きにくいので、まあそういった意味でもお子さんとまあジュースを作りやすいかなって思います。ミキサーだとどうしてもスタートボタンを押してしまうと起動してしまうので、まあね海外とかでたまにあるじゃん、ミキサーに手を突っ込んでる最中にスタートボタンを間違えて押しちゃったとかさ、そういった事故が起きにくいっていうところでもですねすごいこう安心して使っていただきやすいかなって思うのと、あとねこのブレードの中の刃の部分なんだけど、これ見てもらってわかる？めちゃめちゃ鋭利な刃がいっぱいついてんのよ。これね、10枚の画期的な、ステンレスブレードをですね搭載していて、しかもこの方向がいろんな方向に向いてるからこそ、しっかりとこの、いろんなものをですねコッパみじん切りにしてくれるので、野菜フルーツはもちろんのこと、冷凍したフルーツとかそういったものとか氷とかそういったものもですね簡単に砕いてくれるっていうところでは、フレッシュジュースだけじゃなくて、それこそなんかフローズンとかそういったものを作りたいよっていう時にもすごい使いやすいんじゃないかなと思います。さらにはバッテリー容量っていうところがものすごい、これ大きくて、これ先ほど言ったように中に 2400mAh のバッテリーがついているので、1回フル充電さえしてあげて、使えばですね約8から12杯連続使用可能なんだよね。なのでまあ朝起きて使ってで、一回洗って、お昼使って、で、夜、また使うとか、そういうこともできるので、一回の充電で結構長い時間楽しめるっていうのは、かなりこう、いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。じゃあ、早速なんだけど、そうは言ってもね、どれぐらい本当に使えるのっていうの皆さんわかんないと思うので、これからキッチンの方行って、これをね、試していこうかなと思います。試していきましょう。はい。それではですね、ジュース作っていきたいと思います。はい。こちらがトントンミキサーです。で、作り方なんだけど、めちゃめちゃ簡単で、まずこの上の部分取ってください。で、取っていただいたら、もうあとはね、ここの中にフルーツを入れていただきます。はい。基本的にはここにメモリがあって、下の方が、こちらね、300ml になっていて、上の方が 500ml になっています。はい。で、今回はね、ちょっとこういったフルーツを用意してるので、このフルーツを入れてみようかなと思います。はい。で、結構、このね、開口部が大きいので、ざっくりとね、こんな風に切られたフルーツとかも入れやすいです。で、もちろん、ここまでね、綺麗に切ってないみかんとか、そういったものとかでも全然ね、入れていただけると思います。はい。今回は、柑橘系を多めにして、キウイがね、少し入ってるので、キウイも入れて、で、最後ね、ここにパインがあるので、パインも一緒に入れましょう。はい。パインとかも、これぐらい大きいやつとかも全然入りますね。そういった意味では、普通のミキサーとかと、ほとんどね、この、入れるものの制限っていうのが、あんまかかんないので、そこはすごいいいなと感じます。はい。結構たくさんのフルーツが入ったんですけど、それでも全然余裕です。はい。で、ここちょっと汁あるので、この汁も入れちゃいましょう。はい。で、ここまで入れたら、次ちょっとね、この
牛乳を少し入れたいと思います。はい、やっぱりこう水分が少しはやっぱり必要なので、この水分を牛乳をもうちょい入れようかな、うん、これぐらい入れようか、うん、これぐらい入れて、で最後もうちょいとろみを出すためにバナナも少し入れようかなと思います。はい、バナナに関してもこんな感じでサクッと剥いていただいて、でもこれね結構大きいので、もう半分ぐらいに、これぐらいに切っちゃって、もう入れちゃってください。ちょっとシャリシャリ感を出したいので、これに氷を入れます。これぐらいのね、普通の家で作れるような氷をこのように入れていただいて、でもうあとはこれ蓋閉めるだけです。しっかりとこう蓋を閉めていただいて、で蓋が閉まったよっていうのがちゃんとねキュッて分かったら、この上のボタンをね押してください。それからこんな感じで、ある程度いいなって思ったら、これでもうちょっと開けてもらって、こうするとよいしょ、こんな感じのミックスジュースが出来上がりです。はい、じゃあちょっとね飲んでみましょう。はい、飲むときは別途ねこういった形のもう一個キャップがあって、それに付け替えてもらいます。はい、そうするとこの上がねタンブラーみたいな形になるので、これでね飲める形になります。はい、でこれで開けていただくと、ここがねタンブラーの口ちょっと大きめのやつがあるので、これでもう僕自身こういう感じで、うん、結構美味しい。やっぱりね生ジュースなので甘みっていうのは砂糖とかの甘みはないです。で、結構この開口部も大きいのは大きいので、その分ですねやっぱりこの粒とかもしっかりとこの口の中に入るから、やっぱこのなんか生ミックスジュースって感じで美味しいです。うん、もうちょいミルク足してもよかったかなって思うぐらいですね。うん、で氷とかもしっかり、こう粉砕しているので、まあなんかちょっと若干フローズンっぽい感じのミックスジュースになってますね。うん、うまい。うん、でただ一個言えるのが、このボトル自体がちょっと太いので、こうやって飲むにしてはちょっと若干ねこの手の部分が結構開かなきゃいけないので、もうちょいスマートな方がやっぱりいいなって感じがしました。続いて残りはねちょっと冷蔵庫の方で冷やして、洗いっていうところの自動洗浄を皆さんに見ていただきましょう。はい、で洗いに関してはめちゃめちゃ簡単で、このように水を入れてください。で水を入れていただいたら、このね先ほどまで使ったこれをこういう感じで入れてもらいます。で刃の部分って一番洗いにくいと思うんだけど、もうこういう感じで水セットしたら、あとさっきのミキサーと同じ行動でこういう感じでガーってやっちゃってください。するともうこれでこの中でね洗える形になるので、刃の部分もねゴミとかもしっかりと取ってくれます。はい、でここまでできたら、はい、こんな感じでねしっかりとね汚れが取れた感じになります。でまあ余計なこの洗いの手間っていうのも増えないのは非常にシンプルでいいかなっていうふうに思いました。はい、じゃあ早速デスクに戻りましょう。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですねこのトントンミキサーを紹介させていただきましたよ。どうでした？結構よく使えてたでしょ。しかもこれ見てもらってわかる？ほらしっかり綺麗に洗えてんのよ。うん、さっきね、まあこの自動洗浄のシーンも見せたと思うんだけど、ほとんど手間いらずでジュースも飲めて、こう洗うこともできて、で、まあしっかりねこう清潔に保てるっていうところはですね、かなりこの今までのミキサーの不満点っていうのをすべてこう解消してくれたなっていう風に実際体感できたので、これはね本当使いやすいなっていう風に思いました。うん、でまあちょっと使ってみていいところ悪いところで言うと、やっぱりいいところは手軽にジュースが楽しめるっていうところと、あとねやっぱり大容量なので僕は結構水分たくさん取りたい派なんですよ。なので夏場とかそういった時にはすごいありがたいなと思ったのと、あとやっぱりこうジュースだけじゃなくてプロテインとかはもちろんのこと、氷とかそういったものもザクザクに切れるので、冷たいフローズンっぽいジュースを飲みたいっていう時にも結構いいなって感じました。はい、であとはまあこの掃除がすごい楽だっていうところも、今までのミキサーって結構掃除がしにくかったりしたので、そこら辺のところもねすごい僕的にこれ便利だなっていう風に感じた点ですね。はい、あとは安全設計面もこの蓋を開いてる状態だと
と起動しないってところも、すごい僕、今ね、うちの家子供がいるので、子供とね、例えばこういうジュースを作りたいよっていう時とかにも、これだったら安心して作れるなっていうふうに思いましたね。で、一方、残念っていうところで言うと、すごい残念かっていうと、まあ、慣れればそこでもないんだけど、ちょっと、こう、飲みやすさっていうところで言うと、まあ、口のところがね、タンブラーの蓋が別途ついていたので、先ほど見ていただいた通り、飲めるのは飲めるんだけども、やっぱりこの大きさの径がちょっと太いじゃない。だから、この僕みたいに男性の手とかだったら、まあ、こう持てると思うんだけど、女性の小さい手だと、ちょっとここが支えにくいとかあるんじゃないかなっていうふうに思うので、そこがちょっとやっぱり今回の不満点かなってところですね。なので、もうちょっとこの縦に伸びてもいいから、こう、ロングっぽいタンブラーになってくれると、よりいいのかなって感じがしました。まあでもどうなんだろうね。この太さで、この、まあ、下のね、浅さだからこそ、いろんなフルーツを入れて混ぜた時にもしっかり混ざるっていうのもあるかもしれないからこそ、ここはね、ちょっともう少し今後のね、課題点として、どういう風に進化するのかっていうのは見物ですね。はい。まあ、あとは、まあ、充電の、コードがマイクロ USB っていうところは、まあ、もう少しこうタイプ C とかになってくれないかなっていうふうには若干思いました。はい。まあ、こんな感じで今回の動画は終了させていただきます。今回、トントンミキサーを紹介させていただきました。はい。まだまだね、暑い日も続きますし、ね、添加物がいっぱい入ったジュースよりは、やっぱりこう果物を切って、あと牛乳とかでこう混ぜてオレにするぐらいのジュースの方が、まあ、実際自然の甘みっていうのも結構甘いので、健康にもいいかなと思いますので、まあ、ぜひ皆さんこちらのトントンミキサーで、健康体なジュースを飲んでみてはいかがでしょうか。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。